あざす、クリさんです。今回なんですけども、今回はね、この後ろにある花と花さんの旅館をですね、皆さんにご紹介したいと思います。ここはですね、私がね、日帰り温泉っていう形で利用したんですけども、ここのね、露天風呂がすごい良かったんですよね。そのイメージが強くてですね、ここをね、宿泊で利用しようと思いまして、宿泊の予約を入れました。結構ここの花と花さんはね、湯西川温泉では結構人気なホテルなので、インターネット上でも評価が高いホテルになりますね。それと今回なんですけども、 GoTo トラベルを使いまして、かつね、栃木県でやってます県民一家族一旅行っていうね、栃木県内でやってる、今回のこのコロナに対するですね、補助、栃木県がやってる補助ですね、それの2つをね、 GoTo トラベルと併用するという形で、今回ここのね、ホテルを宿泊しました。金額なんですけども、金額はですね、基本宿泊料金が 19,800 円、県民1家族1旅行の割引で 5,000 円の割引、それで GoTo キャンペーン、こちらがですね、6,930 円というね、割引になってます。今回ですね、この県民1家族1旅行という割引はですね、栃木県内の旅行代理店、こちらの方を使わないと適用されないという形だったので、そちらの方のね、手数料ですね、手数料が1,500 円、それとここのホテルのね、入湯料っていうのが150円かかります。それで最終的な合計が9,520 円になります。 19,800 円から 9,520 円ですね。だいたい1万円割引という形になります。かつですね、 GoTo トラベルのね、地域共通クーポン、これが3,000円もらえますので、9,520 円からそのクーポンですね、3,000引きますと6,520 円使ったという形になりますね。そうしますと大体13,000円の値引きという形になります。はい、それではですね、ホテルの方入っていきたいと思います。まずですね、この正面玄関のね、作り、建物の作りですね、すごい味があっていいですね。それでは中に入っていきたいと思います。それで建物の方はですね、こんな感じになってます。はい、先ほどのね、入り口がこちらですね。目の前がこれ道路になってるんですけど、こんな感じでね、ずっと行きますとホテルの建物がこんな感じになっております。はい、入り口入ってすぐなんですけども、源泉がね、飲めるところがあります。こんな感じになってますね。はい、それでね、飲み方なんですけども、源泉1に対して水9の割合で飲んでくださいと。1日の総量は 500ml となっておりますと書いてますね。ご利用時間がこんな感じ。はい、こんな感じになってます。はい、6階に来ました。私のね、泊まる時はですね、671号室ですね。いやあ、ったかい。通路はこんな感じです。目につきました。671号室ですね。部屋の中は鍵ですね。はい、開けていこうと思います。おお、部屋がね、こんな感じです。まず、正面のね、ドアの方から行ってみますか。せーの、ほい。はい、こんな感じ。おー、広い、めっちゃ広い。一人でこのスペースは贅沢。いやー、めっちゃあったかい。それではね、外の風景見てみますか。はい、外の風景はこんな感じ。じゃーん、はい、目の前はもう壁になってるんですけど、下がね、川流れてますね。あー、雰囲気がいいですね。で、下にこういう風にね、ソファーですね、ソファーの椅子と、あとテーブルですね。で、こういう大きなテーブルと、あと椅子があるような感じです。で、空気清浄機とテレビですね。はい、金庫があるような感じですね。はい、あと奥にね、ポットがあって、あとこれなんだろうね、あとはこれは、これは急須ですね。はい、ちょっと入り口入って右手側のですね、行ってみますか。こちらですね。はい、こちら開けます。あ、こちらおトイレですね。ウォシュレットタイプになってますね。はい、こんな感じで、あとこの右手側のドア開
けますと、お、こちらあれですね、お風呂場ですね。洗面所、ドライヤーあって、あとはハンドソープ、ティッシュ、お、クリームなんてありますね。乳液、化粧水、まあこんな感じ。一般的に一通りあるような感じですね。はい、こんな感じです。で、浴槽です。はい。おう。浴槽はユニットバスタイプですね。はい。まあここでも部屋でも入れるということですね。はい。まあメインはね、露天風呂なので、こんな感じみたいですね。はい。まあ部屋はね、こんな感じ。あー、畳最高。あー、気持ちいい。あー、たまんねー。やっぱ畳いいわ。それではですね、次は貸し切り風呂、こちらの方をね、皆さんにご紹介していこうかなと思ってるんですけども、今現在15時20分で16時から貸し切り風呂予約してます。こちらの方はね、貸し切りなので他のお客さん入ってきませんのでご紹介できます。なのでこちらのね、貸し切り風呂ご紹介していきたいなと思ってます。それとですね、もう一個冒頭の方ですね、日帰り風呂で使った大浴場と露天風呂ですね、こちらの方はね、まあ他のお客さんが入ってきちゃいますので、朝のね、タイミング入ってくる状況をですね、まあ見まして、誰も入ってこない状況であれば、まあ撮影したいかなとは思ってるんですけども、できないっていう可能性もね、考えられますので、タイミング悪くてね、撮影できなかった時はですね、すいませんけども、そこら辺はね、ご了承ください。ではですね、この貸し切り風呂を入った後ですね、その後はご飯、夕飯ですね、どんな感じなのかというところもね、皆さんにご紹介していきたいかなと思っております。それではね、貸し切り風呂行ってきます。それではですね、ここの花と花さんの、浴衣つないにですね、ありましたらちょっとお見せしたいと思います。こんな感じですね。なんか色がね、薄紫色っぽいやつで、上が緑ですね。はい、こんな感じです。はい、後ろだとこんな感じ。こんな感じです。なんかね、これ着てると旅館に来たなみたいな感じで、いいですね、雰囲気が出て。それとね、なんか、まあ、旅型のね、こういう靴下、これもね、ありました。足元ね、冷える、手とか足とか冷える人はね、これあるといいですね。はい、花と花さんの浴衣のご紹介でした。はい、貸し切り匠風呂ですね。悠々と独り占めの湯という形で、こちらはね、フロントでお申し込みすれば、こちらね、貸し切り風呂入れますので、金額の方はね、また後でお伝えしたいなと思います。じゃあ入ってきます。滝見風呂貸し切り、はい、おー、こんな感じですね。それでね、貸し切り風呂はですね、1回45分ですね、制限時間がございます。はい、体重計が置いてあって、で、ドライヤー一通りありますね。はい、綿棒あったり、あとはヘアトニックとか、あとはヘアトリートメント、クリーム系ですね。はい、ヒゲ剃りもこちらにございます。はい、下は木になってますね。はい、で、入れ物ですねっていう形ですね。で、ここはくつろぐ場所ですね。はい、で、後ろの方にですね、時計があって、ここら辺にね、温泉の性質ですね。はい、書いてます。それではね、お風呂、皆様にご紹介したいと思います。はい、当館の温泉は pH9.3、 アルカリ性の単純温泉って書いてますね。はい、柔らかな性質になってるみたいです。では、オープン。おー、露天風呂があります。はい、こちらが宇宙ですね。はい、で、洗い場があってっていう形ですね。おー、贅沢。じゃあ露天風呂どんな感じになってると言いますと、こんな感じ。おー、すげー、独り占めの貸し切り風呂の露天です。こんな感じになってます。外の景色はね、こんな感じになってます。いやー、いいですね。はい、こんな感じになってます。川沿いにね、露天風呂、独り占めという、貸し切りという感じですね。源泉かけ流し、最高です。じゃあ、ね、これを脱いで温泉ね、入っていきたいと思います。はい、露天風呂入ってるんですけども、いやー、気持ちいいっすよ。本当に最高。やっぱね、
ペーハー 9.3 なのですげえスベスベになるんですよね。ツルツル、これすげえなっていうぐらい。いやー、女性にはね説明できる温泉ですね。湯加減もねすごいちょうどいいです。いやー、貸し切り露天なんてね贅沢です。ご家族でねこの貸し切り露天使ってみてください。はい、まあこういうコロナという状況でもあるのでね、人と人との接触、まあ3密、まあそこら辺ね気にすると思いますので、そこら辺をね避けたいという方はですね、この貸し切り露天風呂、こういう選択もね良いかと思います。はい、いやー気持ちいいわ、最高。あー、それと匂いもね、硫黄のね匂いもします。色的にはね透明でね、大体濁ったものが硫黄臭いとかって思われる方結構多いと思うんですけども、透明な泉質なんですけども硫黄のね匂いはします。源泉かけ流しのね貸し切り露天風呂、こういう選択もねこの状況であればこういうのもねいい選択じゃないかなと思います。いやー最高。はい、夕飯のねお部屋になります。今回はね個室で一人という形でこんな感じで食べます。いろりの前にねお膳が出てあって、ここでね食べるような形ですね。はい、めちゃくちゃ楽しみです。まずこちらのいろりにありますのは一番こっち、これがねお味噌らしいですね。お味噌をこれ炙って火でねやって、まあちょっと焦げ目がついたような感じで食べるみたいですね。お酒のつまみいいですね。でこれが芋餅、それでこれがこんにゃくで、これがねししとうに、この上下にあるのが鹿のお肉ですね。その隣がこれがねニジマスって言ってましたね。ニジマスの味噌漬けみたいですね。これも焼いて食べるような形ですね。網の上に乗せて焼いて食べるみたいです。はい、次にお膳の方行きます。まず手前の方、こちらがね温泉卵、それでこの隣がね鹿の肉って言ってましたね。そのね後ろにあるのこの鉄板あるのが、こちらがね栃木和牛らしいです。舞茸とかありますね。はい、そしてこちらなんですけども、これはね食前酒みたいですね。山ぶどう酒みたいです。はい、これ自家製みたいですね。はい、こんな感じです。でこちらにサーモンと、こちらがねイワナのお刺身と言ってましたね。はい、そして最後に鍋物です。これねつみれ鍋って言ってましたね。じゃーん、おお、こんな感じですよ。いやー、うまそうですね。はい、とりあえずねメニューはこんな感じになります。まず初めてですねビールです。いただきます。あとですねメニュー一通りご紹介したんですけども、また後にね来たんですよ。はい、まずね天ぷらとね煮物が来ました。はい、こちらがね天ぷらになります。なんかししとうと、なんだろうな、ちょっとわかんないですね、さつまいもかな、天ぷらのね漬けだれですね。でそれとこれです。これがね煮物っつってましたね。じゃーん、おー、うまそう。はい、煮物です。で最後にねうなぎと言ってましたね。はい、こんな感じです。うなぎです。もうこうやって見るとね量がめちゃくちゃ多いです。まずね、はい、栃木和牛ですね、つけだれにつけて食べます。はい、こんな感じですね。はい、いただきます。
口の中に入れたらね、もうとろける、うん、噛んだらふわーみたいな、うまい。次はね、舞茸です。これもね、バターで炒めた舞茸ですね。タレにつけていただきます。いただきます。うまい、うまいわ。はい、煮物ですね。はい、いただきます。上品でね、美味しいです、うん。最後にですね、ご飯とね、けんちん汁とおしんこが出てきました。めちゃくちゃボリュームありますね。いやー、もうね、食べ終わったお皿は持っていかれちゃったんですけども、いやー、ここ花と花さんのね、夕飯めちゃくちゃボリュームあってね、何食べても美味しかったです。はい、部屋に戻りましたらね、もうお布団がね、敷いてありました。今日はね、二度と撮影でね、疲れましたので、今日は早めに寝たいと思います。それでは皆様、おやすみなさい。おはようございます。今現在朝の5時33分です。朝風呂ね、6時から入れますので、そちらのね、朝風呂ご紹介していこうかなと思います。それではね、準備をしてお風呂のところに向かいます。はい、朝風呂はね、こちらの朝風呂に入っていきます。ドアをこちらから入りまして、入りますとね、こんな感じになってます。はい、脱衣所ですね。はい、でこちらがね、お風呂場の方になります。それではね、服脱いでまた入っていきたいと思います。この硫黄の香りが、はい、まずね、食べてみますと、こちらの、体ですね。で、こちらのお尻ですね。はい、すぐ作られてますが、はい、こんな感じになってます。ではね、露天風呂の方を紹介していきたいなと思います。こちらですね、うわ、すごい。源泉の泉質により階段が大変滑りやすくなっておりますと書いてありますね。はい、ではこちらに向かいます。おー、こんな感じです。あ、雨降ってますね。はい、足元がね、こんな感じになってます。はい、おー、こんな感じです。おー、もうここですよ。はい、こんな感じになってます。こんなね、露天風呂になっております。この下はね、もうすでに川になってるので、まあ昼間とかであればね、川の景色を見ながらここに露天風呂入るっていう形ですね。いやー、いいですね。はい、でさっき登ってきた階段はね、こんな感じになってます。登っていくとこんな感じですね。それではですね、ゆっくり使っていこうかなと思います。はい、こちらがね、朝食メニューになります。まず右の方からお味噌汁ですね。はい、
で、なめこですね。はい。海苔やサラダ。あとこれデザート、ヨーグルトですね。納豆があって、あとはこんなね、お膳ですね。はい。卵、鮭。あとはこっちはですね、こちらの源泉を使った湯豆腐になってます。はい。それで湯豆腐につける漬けだれですね。はい。最後にお茶とご飯になります。すごい、お味噌汁ね、こんな感じですね。はい、キノコがね入ってます。はい、いただきます。すいません、ご飯も美味しい。すいません、温泉で作った湯豆腐いただきます。こんな感じ。いただきます。うん、濃い、おいしい。ご飯進むわ。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。まずね、夕飯と朝食、ご飯関連ですね。ご飯はね、夕飯も朝食もね、めちゃくちゃボリュームありましたね。で、何食べても美味しかったです。朝食なんかはね、ご飯おかわり自由でした。それと今回夕方ね、貸し切り風呂使ったんですけども、こちらの貸し切り風呂はね、露天風呂があるタイプと露天風呂がないタイプがあるんですけども、今回私が使ったのは露天風呂のあるタイプ。これは45分で3300円になります。この貸し切り風呂なんですけども、貸し切り風呂は GoTo キャンペーンの地域共通クーポン、これはね使えませんでした。売店の方はね、クーポン券使えたんですけども、はい、今日はね12月の14日になるんですけども、今ねまあパラパラと雪が降ってますので、今日以降はね、雪が降るというのを覚悟した上で、まあ、スタッドレスは必須ですね。こちらの方にですね、車でお越しになる際はですね、このスタッドレス履くような形でお越しになってください。それではね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。それではまた、次の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。